はい、皆さんこんにちは。アート系トーク番組アートエア、私アートスピーカーの辻大地です。ごきげんようです。今回は横浜トリエンナーレ2024年アートもりもりバンクアートライフ7小金町バザールについての感想を話していきたいと思います。前回ね、横浜トリエンナーレの2024年野草についてちょっと感想を述べていったんですが、まあ横浜トリエンナーレ2024年もうあと3日間で会期終了なんですけどね、なかなか、会期後半この1週間ぐらい最後の方に急にこうインターネットの SN 上でね、感想が賛否両論が出て、ちょっと軽いプチ炎上みたいになっておりますね今ね。ちょっと横浜トリエンナーレメイン会場が政治色の強い作品が多かったりとか、あとは文章の解説が多かったりとか、労働闘争の動画とかそういうものも多かったり、あとはちょっとこう文脈が分かりづらいとかね、そういうマイナスの意見がある一方で、なんかその北京の、アートディレクター2人が非常にね、こう現在の世界の状況を反映したドイツのドキュメンタとか、ヨーロッパの方の国際展っていうのは、こういう政治色の強いものが多いので、国際基準の中の、レベルの高い展示をしたというね、いい評価なんかもあったりして、賛否両論が生まれておりました。で今回は、それの横浜トリエンナーレの、関連イベントでバンクアートライフ7っていうところと、小金町バザールっていう2つの展示がね、セット券で買うとお得で、アートもりもりという企画で、もう一個プラスもりもりみたいな感じで、同時開催されておりまして、私は両方見に行って、この2つも合わせて横浜トリエンナーレと言えるんじゃないかなと思います。で、そのメイン会場と全然ね、なんていうのかな、違う、もちろんディレクションとかキュレーターが違うので違って当然なんですけど、またそのメインか横浜美術館とは異なる視点で展示がされてて、その対比で見るのも非常に面白いんじゃないかなと思って今回話をしてみようと思います。ではまずはこちらですね、バンクアートライフ7アーバンネスティング再び都市に住むっていうね、バンクアートはずっと横浜トリエンナーレのね、横浜トリエンナーレの期間以外でもこの横浜市の町で2004年から、いろんな港湾倉庫とか歴史的建造物とかね、こう建物が休んでる施設を文化芸術に活用することによって町に賑わいを作ることをミッションに展開してきたと。前々回私した時はね、港湾倉庫の中で展示されてたりとか、そういうふうにこう使っていない場所をうまく芸術として再利用して、まさに都市に住む、横浜市にをもう一回こう住み直すみたいなイメージの芸術的な展開をされてたと。で今回は地下鉄ですね、地下鉄の駅ステーションの、ところに、新高島駅になるんかな、ところの、駅すぐ出たところというか中なんですけど、地下1階か2階の中で展示をされてたってことです。でこのね、住むっていうのが動物の住みかの住むっていう感じになってて、都会の中でこう芸術家たちが住むっていう、なんかそのいわゆる動物的な生物的なね、こう生態系というか、アーキテクチャーとか言い方しますけどね、なんかそういう生態系の中でどういうふうにこう街の中に関わっていくか、改変していくか、見ていくかみたいなことを考えながらやられてるような、活動になってるのかなと思います。でよいしょ、こんな感じですね。この写真が分かりやすいですね。こういう駅の地下の中で展示されてました。で無料で見れるスペースがこちらで、
気楽に酔った人がまあタダで見れるものと、でこちらの方が有料のスペースですね。セット券で入れるようなスペースになってました。でも非常にね、この横浜美術館との違いが明確で、あのものすごく対比があって良かったなと思います。まあどういう対比かっていうと、横浜美術館はそのいわゆる政治色の強いね、ドキュメンタリー系が多かったのに対して、まあドキュメンテーションとかを中心な作品が多かったことに対して、こっちのバンクアートの方はあの媒体物、メディアですね、メディアとかマテリアルとかこういう素材とか、使ってるメディア、写真とかね、さっきのこのキャンバスに、これ布がこう剥がれてるとか塗装が剥がれてるっていうかね、その塗料ですね、塗料そのもののメディアとか、まあこういうもの、媒体物からこうイメージとかコンセプトとか、まあ都市との関わりみたいなのを拾い上げていく作品が中心になってました。で、こう岡崎健次郎さんのね、アクリル絵の具のペイントですけど、でこちらは版画ですね。版画の中の都市のこう遺伝子みたいなものを、吸っていくというようなもの、これが版の木版なんですけどね、でこれももう典型的ですよね。メディアですね、これは何やったかな、素材ね、 3D プリンターで、先駆植物である赤目がシワをモチーフに作品化したというような感じですね。でこれは今度木で、木材で、ストリートアートの落書きを、そのままこう抽出して材木、木材で切り出して出していくというようなものになります。でまあ本当全体的にこの素材とか材料とか、まあ画材ですね、絵の具とかそういうものをまあアプローチのきっかけにして、そこから都市に住むっていうところをそれぞれが作品化していくというようなものになっておりまして、これと横浜美術館のあの動画ですね、ドキュメンテーションっていう、まあその労働運動の闘争を動画で撮ってたりとか、まあその搾取される労働者へのインタビューであるとか、まあそういうドキュメンテーションというものと、このバンクアートの、まあ有料スペースで展開されてたこう素材とか材料とかメディアとかメディウムとかというようなものから、まあ、都市に住むってことを考察していくような作品、この違いね。でこれって実はね、日本の芸大行くとこういう媒体物からアプローチするっていうのは非常によく見られる展示でして、これだから今まで芸大出て、美大とか芸大出て個展したりグループ展に参加するとこういう形態が多いんですよね。でこういう形態当たり前だと思ってやってたけど、今回の横浜美術館見ると、あ、これって非常に日本的な文脈の芸術的なアプローチの特徴の一つなんだなっていうのが、バンクアートの展示と横浜美術館の展示を見比べた時に非常に分かりました。まあ、特に80年代90年代ぐらいかな、2000年入るまでの間っていうのは、この媒体物を中心にしたアプローチっていうのが日本の美大芸大とかそれを取り巻く貸し画廊とかギャラリーですよね、では非常に多かったような気がします。でこれは何でかっていうと、日本の美大芸大の学科がメディウム中心に構成されてるからなんですよね。あの絵画家とか版画家とか彫刻家とかね、写真家とか、そういうふうな日本の美大の、学科構成が媒体物を中心に分けてるので、このまず大学入ったら自分は何のメディアを使おうかな、
媒体物を使おうかなっていうところから学生が選択して、で、その媒体物との関わりの中で自分の表現とか、まあ考え、コンセプトなんかを深めていくと。で、まず媒体物のカテゴリーがあって、それから都市について考えるとか、まあ人について考えるとか、〇〇について考えるっていう風になるので、まあこういう風な展示構成とか考察、まあ、作品群になっていくんですよね。で、横浜美術館とか、まあ今ヨーロッパとか別に媒体物は何でもいいので、媒体物で学部学科がカテゴリー化分かれてないので、まず自分のまあ興味というか考察深めていきたいものがあって、まあ、例えばだからその都市について調べたいっていう学科があったり、人について調べたいっていうとか、環境について調べたいっていう学科があったりして、まあ例えば都市について調べたい学科に入りましたと。そして都市を調べていく中で自分が考察したり表現したり分析したりするときに、まあ最もこう、適している媒体方法、まあ表現方法を選ぶと。でその時に木を選ぶ人もいれば、ビデオのドキュメンテーションを選ぶ人もいれば、インタビューを選ぶ人もいればっていうような形になるんですよね。だからなんかその違いが非常に出てて面白かったなと思います。でこの後話する小金町のアーティストなんかは、だから日本ではね、そのよ、まあ、ヨーロッパと近いっていうか分かんないですけど、その媒体物に縛られない日本の作家群はどこにいるか言ったら、美大芸大に入ってない人たちなんですよね。まあアウトサイダー、今その美大芸大行ってない人はアウトサイダーというのがいいのかどうなんかの微妙ですけど、まあいわゆるその小金町バザールの中にいてたいくつかの作家かとか作品は多分じゃなくて美大芸大行ってなくて、もともとそういう彫刻家とか絵画家とかいうそういうカテゴリーから作品を作ってないので、自分の興味あるところからやって、あんでこれアクリル絵の具にやろうかなとか、漫画で描こうかなとか、映像で撮ろうかなとかになっていくんで、どっちかやったらその日本の場合は美大芸大に入ってない人の方がそういうテーマから自分の媒体物を選ぶ傾向があるかなと思います。なんかその辺もなんか、まあ、面白いというか、その今回の横浜美術館のね、ドキュメンテーション嵐、政治色嵐とその全く異なる、小金町バザールの人らはの展示はね、政治色でもないし、かといって媒体物でもないんですよね。やっぱ自分の興味あるところからやってるなって感じです。で、バンクアートの方は、もちろん興味あるところをやるんですけど、その前にやっぱ媒体物の、こう、考察、深い考察というかな、何の媒体物を選んで、その媒体物を選んだからこそ出てくる、ものみたいなね。なんかやっぱものとか、そのメディアとかメディウムとの関わりが非常に深いんですよね、全体的にね。なんかその辺の違いがこうよく分かって面白いなと思って、まあ良きにつけ悪きにつけてどっちが優位かとかいうことは全然今判断は私はできないんですけど、ただまあそういう傾向がまあ如実に現れてるし、確かにこの辺ってもう完成度は全然こうバンクアートの方が高いんですけど、大阪の90年代とか2000年代の菓子画廊とかの美大芸大のグループ展とか行くとこんな感じなんですよね。本当に媒体物でできるもの、写真家から展開していくものとか、これだったら絵画家から展開していくものとか、この人だったら版画から展開していくものとかで、この辺だと彫刻家から展開するけど、ちょっとこうやっぱり普通の彫刻じゃ新しさとかその探求レベルが低いから、ちょっと 3D プリンターとか、まああとは古い伝統的な木彫をやるんだけど、普通の木彫やったらやっぱそのアートとしての新しさがないから、そのグラフィティのモチーフからその街の落書きみたいなものを形に起こすっていうところからその新しさを発見していくみたいなね、なんか媒体物ありきみたいなのがあって、すごい面白いなと思って見ておりました。はい。
であのあとねこの辺がはその媒体物でもその装置とか機械とかねそういうものを扱ってて、この辺はなんか杉村さんのあの B ゼミね、 B ゼミとかまあ今これブランクラスっていうのがその、この展示の一番前のところにあって、あの B ゼミとのまあ流れが多分あんま詳しく私もわからないんですけど、流れがありそうなこうたいまあこういう感じのものがあったりして、なんかそういう若干あのつながりみたいなのもあるのかなとか思いながら見ておりました。でこの装置ちょっと面白かったんで動画で1分ぐらいなんで撮ったやつ流しますね。見てください。はい、いかがだったでしょうか。なかなかユニークで面白かったですよね。なんかいろいろ解説はありましたけど、まあそれぞれ感じたらいいんじゃないかなというような感じです。でこちらが無料スペースの、展示で、まあこの街にね、あのここに、ブランクラスのそのエキステーションの中だけの展示じゃなくて、さまざまな街のところに作品が展開されてまして、それがねあの有料で入ると冊子結構分厚い、何ページかな、100ページかもっとありそうな、あの街でいろんな展示してますよというのが置いてまして、あの冊子になってまして、それ見てまた街を回れると。で私なんか奈良から行ってるからね、ちょっとさすがに回れないけど、横浜とか神奈川県に住んでる人はその横浜の中で芸術がどういうふうにこう動物的に住みかを探して住んでるか、生態系、まあ生きてるかみたいなのがね、その冊子見ながら回るとわかるかなっていうものになっております。こんな感じですね。まあさっきのは楽器触れて音鳴らしたりとか、まあこの人も前回の横浜トリエンナーレ、あ前々回かな、展示されてたりとか、こういうのがあったり、でこういうのはなんかその今までのその横浜トリエンナーレであったちょっとこう形が面白いとか、こうね興味示すとか、こうまあないコンセプトもあるんですけど、まず感性に訴えかけるようなものがあって、まあ、感覚的に見るだけでも十分楽しめるみたいなのがあって、これもね音鳴らせたりガチャガチャ触れたりするって、だからこういうちょっとこう不思議やけどこう関われるとか感性で十分こう理解できる部分もたくさんあるみたいなのが、まあ、今回の横浜美術館のメイン会場にはあまりなかったというか、まあ、ほぼなかったということで、あの祝祭性とかね、市民に芸術の文化をこう、ね、根付くというか、その文化的な関わりをするっていう部分のアプローチがあの ないことで、まあ、批判の対象がちょっとプチ炎上したのかなってなりますよね。ほな、なんか面白そうな装置ですもんね。まあバランスだと思いますけどね、どっちがいわるじゃなくて、まあどういうお客さん、まあどういう人たち、まあ日本の3年に1回の、まあ、ある程度祝祭戦も楽しみにしている、まあ特にコロナ明けたからな、みんな祝祭戦を期待してたんやろうけどね、まあどっぷり世界の紛争とか厳しい現実を突きつけられたみたいな感じでちょっと萎えたんやろうなと思いますけど、でこれね面白かったです。写真でそれぞれの記念碑、石ですね、石碑をアップで撮ってるのがなかったか、石碑の写真でちょっと杉本博さんっぽい感じもあったりして、まあ写真自体も美しいんですけど、キャプション読むとね、
我が国最古の公園の記念碑であるとか、これぐらいのキャプションの文字やったら助かるよね。キャプションありがたいと思うけど、横浜商工会議所発祥の地とか、我が国西洋歯医者さん発祥の地とかね、歯科医学発祥の地とかね、横浜って近代化を、まあ、やっぱ初めてこう機関車がの駅ができたとか、近代化の初めてなんで、こう初めてシリーズが結構多いみたいで、そういうのいっぱい記念碑を写真撮ってると。海水浴発祥、宮の前海岸跡とか、これ面白いでしょ。まあこういうちょっと無機質な写真が並んでて、幾何形態で、まあそれ自体美しいんですけど、ここにあるキャプションを読むと、あ、ここ実は何々の跡やったんやとかね。まあそういうなんか日本の近代化っていうのが横浜の街を通して見れる、記念碑を通して見れるって、まあ面白い展示になってたりとか。あとはこれはね、衣服が飾ってあるんですけど、この街の、なんていうのかな、床とか壁とかね、町の中にある、石畳とかそういう形態の写真から衣服に起こしてるんですよね。こういうことですね。こういうことね。この石畳のこうモザイクとかタイルとかそういうものからこう衣服のデザインを起こしていくと。これも非常にその説明が、まあ、それだけ分かれば、もう細かいこういう文章を読まんでも、あ、ほんまや、ここのアスファルトのとか線路のとか白線画とかね、そういうのが装飾のパターンになってるんやっていうね。これなんかね、さっきのね、展示ブロックとか電車のところとかがこうなってますよね。まあそれで十分楽しめる。で、興味持ったらもうちょっと文章を読むと、まあ過去のテキスタイルとかの関係とかね、もう少し考察が深く書かれてたりしております。ね、こういうのを多分求めてたんやと思いますね、批判してる人らはね。まあ、こういうのともっとこうダイナミックなスペクタクルなものを求めてたんやと思うんですけど、まあだから日本のその芸大美大が今までそのマテリアルメディア中心でね、これもだからその衣服っていうか、あれですね、ファッションとか衣服の学科の人たちが、都市との関わりって考えた時に、こういう石畳からこう服を起こそうみたいなね、こんな美大の授業とか芸大の授業とかでこういう展開ね、非常にこうまあ思いつくというか、よくあるというか、今までも見たことあるなって感じですよね。で、写真家のこういう、写真を何で撮るかっていう切り口を、まあ大喜利的に考えた時に、あ、横浜って近代化の記念碑いっぱいあるやん、撮って集めてみようみたいなね、そういうのはやっぱそのメディアを中心に考えた時に、メディアのカテゴリーで考えた時に、どこまで面白いことをまあトンチ聞かせるかみたいなところもあると思うんですよね。ただ完成度は全然高いですけどね、その美大芸大のその学生がやってるレベルとはそのクオリティが全然違いますけど、まあでもそういうのに馴染んでる日本の人からすると、こういうアプローチは結構親しみやすいっていうかな。でも海外のそのドキュメン、まあ、特にドキュメンタですけどね、ドキュメンタその媒体物、素材とか材料からというところのアプローチはあんまりね、強調されない。それよりもその歴史とか政治問題とか、そっちが主語になってて、主役になっててって感じですもんね。まあその差はでかいかって感じやな。これは可愛らしい絵本作ってて、繊細な感じでやってました。で、これは土をね、こねて、大きな球体作ってて、これ見ると大阪トリエンナーレみたいな感じしますけどね、地下街の柳幸則さんやったかな。なんか福島の汚染された砂も使いたいけど、それはやめてくれみたいなことが言われたとか、確か書いてたような気がします。はい、っていう感じで、まあバンクアートライフを、これも、まあ、すごい十分楽しめたかなと思います。まあなんか、楽しめたいうのもあるし、私はさっき言った通り、やっぱ横浜美術館のドキュメンテーションと、このメディア媒体物との違いがすごい際立ってて、そこが一番興味深かったですね。皆さんも見られた方はどんな感じで思いましたかね。なんか横浜美術館というか、トリエンナーレはなんか、銀行跡の松本はじめさんの政治運動っていうかな、そのユーモアとかポピュリズムっていうかな、ポッ
ップな感じの、まあ、政治運動みたいなものが展開されてて、あれとなんか美術館メイン会場の重たい、まあ、真面目な政治運動みたいなものの対比で、銀行の松本はじめさんの方を見ることでなんかそういう理解が進んだとか、まあ、気持ちが救われましたというかね、そういう意見なんかもあったかなと思います。では次ですね、ババーンと、黄金町バザール2024、世界のすべてがアートでできているわけではないみたいなね、これもそのままメイン会場に対する批評になっているような気がするんですけどね、うん、まあね、半ば素朴に地元に根付いてやってると、まあこういうふうに思っちゃいますよね、すべてがアートの問題、そのアート中心じゃないからそんなこと言われてもみたいな、ね、あの気持ちも十分わかるし、うん、まあ特になんていうのかな、まあこのちょっとあれやね、読もうか文章、この人のね、あのリーフレットに書いてある文章で、まあ短い文章なんですけど、ディレクターの山野慎吾さんが、私はかつてアートと世界は各々の差異を理解して一つになるだろうと考えていました。しかし今は互いに理解することも一つになることもなく、双方を意識して知ろうとする努力、つまりは教育的関係だけが存在しているように感じています。今回のタイトルはその出会いと対峙の瞬間を伝える言葉として考えてみました、ということで、世界のすべてが後でできているわけではないというタイトルなんですね。でこれね、私も似たようなことを考えてまして、まあ、かつてはそのアートを頑張ることで、まあ、マイノリティが頑張ることで、お互いのマジョリティとマイノリティの差異を、多数派と少数派の差異を理解して、まあ、お互いが相互的に、まあ、弁証法的に理解して、まあ、いいところの落としどころ、まあ、一つになるっていうのはちょっと極端ですけど、まあ、なんか和解するようなイメージみたいなのは、私も思ってたんですね、10年ぐらい前かな。うん、だけどやっぱりいろいろはそのマイノリティの研究とか考察とか、まあ、発達障害とか発達心、まあ、発達じゃない心理学とかの研究が進んでいって、やっぱなかなかね、その価値観とか、そのに特に価値観というか認知ですね、そのが変わることはないっていうのが分かってきてて、結局その感覚過敏で音がすごくやっぱ敏感な人にとっては、やっぱりその小さい音でやっぱ気になるのは気になるんですよね。でそこいくら分かってても、まあ限界があるというか、うん、だからまあ合理的配慮って言い方が最近言葉概念として出てきて、その全てを取り省くわけでもないし、その全てをその少数派のためにねやっていくってことはやっぱ限界があるし、社会が持たないから、そういうわけでもないし、でもかといってその無視するわけでもない、まあ落としどころ、まあ現実的にできる落としどころを見つけていくと。でそれがその和解するんじゃなくて、それぞれが気分よくお互いに干渉せずっていうかな、お互いに障害というか害にな、お互いがお互いを何て言うかな、その大きな揉め事にならないように、それぞれが生きていける、環境やったりコミュニティやったりを作っていきましょうみたいな、まあ要するに統合する必要、混ぜる必要がないっていうことなんですよね。めちゃめちゃ音にこだわって聞きになる人は、できるだけそういう音がうるさくないところの方の世界とか生き方をやっていきましょうと。でだからそのある程度音を出すお祭りとかバンドとか、まあ、今回も横浜美術館でベルで大きな音が鳴りますよっていうのはインフォメーションされてましたけど、まあ、そういうふうなところはその音にめちゃめちゃ敏感な人が世の中にいるんだということだけは知っといて、そういうここはちょっとうるさい音が出ますよって、近づいたらちょっと危ないことが、しんどいこととか
傷つくことがありますよみたいなことを、まあ、配慮しましょうというようなことが必要になっていたりというね。でこれもまだ過渡期やから正解がなくて、どこじゃあどこが合理的配慮ってどこが落としどころなんかね、非常に難しくてですね、本当にケースバイケースで、まあ、それもまた全部じゃあそのマジョリティが全てのその配慮についての項目をねチェックしたり、その知っとかなあかんのかやったら、それもなかなかの暴力っていうかそんなことまで全部できないみたいなね。まあだから世の中としてどれぐらいのその、 マイノリティのその配慮みたいなことをコストとして負担できるのかみたいなのが、まあ今ちょうど、まあ、探っていってるというか、そのやっていってる最中ですよね。うん、まあでもその小金チョバザールのそのディレクターの方がそう、まあ、タイトルにそういうところと、まあ、短い文章で書いてるっていうのは非常にその時代の感覚というか感性というかそういうのを反映してて、まあ私はいいなというふうに思って、バザール小金チョバザールを見に行くというか入っていくような次第でございます。はい。でこれがあれですね、どういう場所かっていうと、高架下でやってるんですよね。小金町駅と、もう一個の駅が日の出町駅。まあ、横浜のさっきの非常にこう、エスタブリッシュメントされた、すごい洗練された近代都市からやや離れた、ちょっと二駅ぐらいかな、離れたようなところで、歩いて15分か20分ぐらいかな、のところで、まあ、昭和の、かつて風俗街だった、場所を、場所で、まあ、こう芸術ができないかっていうことでずっとやられているような展示になりますね。うん、おっとっと、ちょっと待ってくださいね。で、まあ昭和の時はね、こう細い階段でなんとかのうなぎの寝床じゃなくて、なんか狭い一個一個の部屋でこう、この階段を上がっていくと、こういう中2階、まあ、ベッド2つぐらいかなっていうところで、まあいわゆるいかがわしいことを男性がねやって、まあおばちゃんが下でこう呼び込みして、いい子いるよみたいなんで、で上がってったら、まあそういうちょっといかがわしいことをして、でまあさよなら、お金払ってさよならみたいな感じなんですけど、このね階段と細い部屋の何個も分かれてるんですけど、そこで結構展示が多くされてて、もう私最後膝が痛くてね、ちょっと歩くんが足引きずりながら歩かなあかんぐらいにちょっと最後なっちゃって、まあ、なかなか過酷なこう回っていく感じなんですけど、まあこういう感じのところで展示がされてるんですよね。うん、こんな感じで電車があって、道があって川沿いがあるっていうような感じですな。あ、こういう感じで点在しているところを歩きながら行くという。でまあ展示、まあこうやな、まあこうかつてのその風俗が思わせるような感じでベッドの置いて展示がされてるのもあったりとかですね。うん、あでこれ面白かったですね。なんか化学記号、水平、リーベ、僕の船とかあったじゃないですか。カリウムとかカルシウムとか鉄とか亜鉛とか、なんかそれを、あ、言っちゃったか。実際にこういうふうに、集めて展示してるのがあって、なかなかこう、理科心というか、科学心をくすぐる展示になっておりました。でこれもまあまあなんかこう場所にぴったりの中国のこうやったかな、なんか人形、中国の時の、あ、マイエンホンさんかな、当時1970年上海で流行ったね、こう民族的な人形とちょっとヨーロッパナイズされたこう人形みたいなものを、まあ懐かしく集めてそれをまあ展示するっていうのがあったりとか、まあなんか前もね、男性がこう一人エッチする時の人形にね、こうお腹を、赤ちゃんがいるみたいな大きな中にお腹を膨らまして展示している方もここでやってて非常に面白かったですけど、なんかこういう場所柄とこうなんか人形って非常に相性がいいというかね、独特の世界観が生まれるなって感じですな。
で、この人はずっとここで作家活動されてた、三小金町で作家活動されてた方だったと思います。で、この器ですね、器を楽器にするようなものをやっておりました。ちょっと見てみましょうかね。3年ぐらいだんかな、2000、あ、2年か、2022年から24年にかけて、岡田光雄さん、違うか。あ、これじゃないな。すいません。ちょっとややこしいね。まあ、とりあえず動画見てもらいますね。はい、っていうような感じでした。まあ、場所の雰囲気もね、ちょっとその動画で、あ、こんな感じのところで展示されてるんだなっていうのが分かっていただけたかなと思います。で、こんな感じかな。これもね、なんかアルミとか銀こちょこちょ書いてんのが、まあ、魅力的でしたね。で、この作品すごい良かったよ、感動して。まあ、なんか SNS で見てても結構いいっていう人いてて、あ、みんないいと思うのは同じとこなんやなと思ったんですけど、この小金町のすごい昭和の建物の屋上に上がるスペースが、展示スペースがありましてね。でも膝痛くて、ちょっともう上がんのやめようかなとか思って、下で5分ぐらい座ってたんですよ。でもまあ、なんかあんねやろうな、ここ誘導することはと思って頑張って上がりました。井上さんの作品かな。宮城県の石巻市にあるね、まあ、震災、津波とかの影響のやつの、関係のものだと思うんですけど、廃材がね。で、こう上がっていくのは、こういう本当昔のアパート、昭和のアパートのところの階段を上がっていきまして、で、上がるとこう駅の線路がすぐ見えてるんですね。で、こういうふうなものが展示されてます。こういうちょっと廃材とか、まあ、津波で流されたようなイメージみたいなのもちょっとあったりして、こうですね、なんか階段をこういう、まあ、廃材で作ってると。で、正面から上がった時に見えるのがこの景色で、これがね、すごい綺麗くてね、階段で廃材、まあ、電化製品とか壊れた鏡とかパソコンとかで階段作ってるんですけど、この小金町の屋上で、その周りがちょっと新しくマンションになってるんですけど、非常に、で、ここは線路ですね。なんかこう、空がスカーンと抜けててね、この廃材の上で上がっていって、天国で、まあ、いろんなことをこう、考えるというか象徴化されててね、ここの風俗街の人たち、昭和でかつて生きて、まあ、青春を送ったり、汗水流した人たちのなんか思いとか魂とか、まあ、あとはその津波とか石巻の問題とかね、こうやっぱ階段上がって、ちょっとでもビルの上に上がって津波を避けるとか、まあ、それが青空の下で、まあ、人間とか生きるとか、なんかそういういろんなことがね、こう考えれる作品になってて、非常に良かったですね。で、ここに上がって、これを見るまでの導入部分がここですからね。この人一人入れるか入られへんかの階段のところを上がっていって、こういう感じなんで、まあ、非常に場所の、まあ、サイトスペシフィックな作品、場所の力を非常に有効に活かした作品になっており、なってたなと思います。で、これはね、また別のところ、まあ、小金町の中の、ところで、卵とか皮膚とかかな、そういうものを使った作品。で、これが動画の作品。で、これはなんか民族的な皮というか皮膚というか、そういう作品。まあ、ちょっとこう2階の納屋みたいなね、ところで展示されておりました。あ、で、これがね、映像作品で、
黒澤明が昭和の時にこの黄金町で撮影をしたかったらしいんですけど、なんか天国と地獄というような、でもそれが多分できなかったんかな、ここのその反対というか、大変困難なものであったと。あ、撮ったんは撮ったんかな。あ、でも実現できなかったって書いてんな。当初意図していた、黒澤監督が当初意図していたが実現できなかった、ウロ通りの撮影を行うことで赤線地帯の過去と現在の街の景色を再現しようとしていると。まあなんかこういう当時の黄金町の昭和のね、赤線地帯のような様子をちょっと再現っぽくしてるっていうような映像で、これもなんかやっぱ場所の力と映像の力で見応えありましたね。まあ猫ちゃんもいてた。あ、でこれがね、黄金町から行くと最後で、日の出町から行くと、あ、ごめんなさい、黄金町から行くと最初、黄金町駅から行くと最初、日の出町駅から行くと最後の方にある展示になります。私は日の出町駅から行ったんで、最後の方にここにたどり着きました。でこれもね、高架下をうまく使った展示、これもまあサイトスペシフィックな場所に依拠した展示なんですけど、良かったですね。これも良かったですね。書道墨の絵で、こう段ボールとか、アマゾンの段ボールとかに書いてるんですけど、これね、写真ではわからないと思うんですよね。この、高架下で、しかもこのチープな段ボールの中に書かれてる、この鉛筆の線とか、墨の勢いで、ちょっとグラフィティアートっぽくも見えるんだけど、まあ、あくまでやっぱ書家っていうか書道なんで、こう書道の筆とか、この羽の筆跡とかね、まあ、アンフォルメとか抽象表現主義とか、なんかそういうものの美術の文脈にも接続できる、でもめちゃめちゃストリートみたいなね、高架下のみたいな、これの迫力っていうかパワーっていうかね、やっぱり筆とか墨とかで書くことの、なんかこう人間のできることみたいなんで、なかなか良かったですね。これなかなか、まあさっきの屋上のやつとか、この辺とかもうだいぶ最後疲れてきて、もう帰る新幹線に乗る前なんですけど、まあ元気もらったな。あんまり元気もらったとか会いに言いたくないけど、本当に元気もらいました。かっこよかったですね。どの方かな、ちょっと待って。なキャプションが撮ってたと思うんやけど、れキャプション撮ってないか、まあ、ちょっと後で出てきたら名前を探します。でこれも隣に展示されてたんですけど、これも良かったですね。なんかね、これも説明いるよな。これね、なんかこうちょっと王道っぽい台座の上に、だんだんこう坂が、スロープが小さくなっていって、いわゆるちょっと博物館的な展示形式にちょっと近いんですけど、でももう高架下で、下は砂利というね、いうところで展示されてます。で、まあ花瓶やったら花瓶、彫刻、人物像やったら人物像が、まあ壊れないままと、ちょっと崩れた状態と、もう破片だけの状態みたいな、だんだんこう風化っていうもんでもないんでしょうけど、ちょっとずつ崩れていってるような状態ですね。まあ、で、ジュシャンの自転車の、車輪を逆さにした椅子の、木の椅子の上に乗った完成品と、木の椅子だけと、木の椅子が朽ちていくみたいな、こう4分割でだんだん朽ちていくっていうようなものが展示されております。この人の解説はこれかな。本間淳さん。本間はこれまで私たちの社会を取り巻く不可視性をテーマに、まあ目に見えないもんやね、作品を展開してきた。本展では高架下に組まれた回廊のような台座に、制作者が特定できない彫刻や各地からの出土品、あるいは既製品といった物体を配置している。台座の上では物体が消滅し、
時代や制作場所が異なる別なそれへ接続する光景が繰り広げられている。ほんまはこの歪み、引き伸ばされたタイムラインとしての彫刻を文明や美術史の一断面として提示し、不確かさや誤読も含めた新しいナラティブの発生を試みる。20世紀以降の美術に影響を与えたマルセル・デュシャンのレディメイト・オブジェを模したモチーフから始まる連鎖は、周囲の環境とも関連しながらやがて台座とともに地中へと消えていく。うん、そうやね。なかなかね、これ文章で説明するの難しいんですけど、だんだん台座がデュシャンの車輪からスタートして、だん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 下がっていって、こうコの字型書いて、最後はコカ・コーラの瓶が破片として崩れていくっていうね。だからなんか博物館形式やけど高架の中で、でも現代アートでから、中国のこう昔の埴輪っぽいものとか、あとは花瓶、あの中国の白い花瓶みたいなんとか、まああとは馬の、ハリボテみたいなんとか、コカ・コーラの瓶とかね、仏像の顔がちょっとずつ削れていくとかね、なんかそういう歴史とかアートとか、まあ、それがだんだん地中に崩れていくとかいうようなものが、しかも高架のところであるっていうね、この辺のやつとかもなかなかいいんですよね。連続性が、高架の柱の連続性とオブジェクトの連続性っていうかな、なんかね、言語化難しいな、どう言えばいいんやろこれ写真では全然伝わらないんですけど、ここ歩くとね、なかなかね、いいものを感じましたね。面白かった。だからここのでっかい風船から高架の下っていうとこ本当にうまく使ってて、高架のなんか日当たりも悪いし、音も時々電車の音でゴー言うてるしね、なんとも言えんところにこういうものがあるっていうのが、なんか人間の表現の可能性とか抵抗とか、なんかそういうものを感じさせてね、なかなか良かったなと思います。あ、さっきのあれやね、墨の方、段ボールに墨で書いてる方、橋口凛太郎さんですね。長崎県を拠点に言葉を用いた表現活動を行う橋口凛太郎。戦後の前衛芸術運動との出会いからステレオタイプな書の道を外れ、パンクロックを流しながら一気呵成に書き上げる現在のスタイルに至る。今回は3月末に小金町で公開制作した作品と過去作を融合したインスタレーションを展開ということやね。紙とペンさえあれば誰でも書ける文字が人の心に大きなインスピレーションを与えることがある。橋口の書くことはまさにペーパードラッグのように、人々の中に眠っている何かを呼び覚まし、未知の世界へとトリップさせる力を持つって、まあまさにそんな感じでしたね、ここはね、なんか違うものをこうスピリットをいただきました、ありがとうございますっていう感じでしたね。はい、まあそういう感じで、小金町ね、ちょっと階段の上り下りだけはもう次3年後私の膝がもう無理なんじゃないかなと思いながらですが、まあ非常にこれね、過酷な階段でした。まあそれも込みでの小金町の展示やからね。はい、という形で、一応小金町バザールとアーバンバンクアウトライフね、まあ、それぞれ本当に違う特色がありましたね、今振り返るとね。2日間で見て回って、見てる時はなんかこう見て回るだけでも精一杯で、だいぶ頭が混乱しながら体もどんどん疲れてくるしですけど、まあちょっと振り返ってみて、こうやって番組で話して整理すると、この3つ、横浜美術館の北京のディレクターがやったドキュメンテーションを中心にした政治運動的な美術展と、地下鉄で駅ステーションで展開してたバンクアートライフの、まあ、メディアとかメディウムとか媒体物、素材とかね、画材とか、そういうところから、日本の美大芸大の文化をこう体現するような展示物になってたバンクアート、まあこの言い方したら多分怒られそうですけどね、バンクアートの人に、まあでもそれに感じちゃいました。それとアウトサイダーな
まあ、かつての歓楽街の小金町で展開した、その両方今2つ話したドキュメントでもない、メディア媒体物でもない、人間の情念というかパッションというか根源的なこう表現のエネルギーみたいなところから、まあその出来事アクションを起こしていってる小金井町バザール、まあそれぞれ面白かったですね。私はまあ本当そういう意味では本当アートに関しては雑食っていうかね、何でも食べちゃうんで全部面白かったですね。まあなんかその個々の作品で全然響かん作品もありましたし、ちょっとこれ物量多すぎんじゃないとかいうのでもありましたけど、でもおもろいのもいっぱいあったな。一応じゃあ番組の締めで自分の中で今喋ってきて全然考えてなくて今考えるんですけど、ベストをそれぞれちょっと言ってみて終わっていこうかな。まあ、小金町バザールは今言ったベストはあの高架下の展示全体で、まあ特に墨の作品とさっきのそのスロープの博物館形式の作品、それから、かつての昔の昭和の建物の屋上まで上がっていくと廃材というか廃棄物で作った天国につながる階段、まあこれが一ベストですね。でバンクアートライフはベストがちょっと今見て何かな、あパッと今浮かんだとりあえず記念碑ですね。あの横浜の近代化の記念物、あ石碑ですね、あの初めて海水浴があったとかああいうものをあの、まあ、ここが初めての何々の年ですみたいな写真で並べてた作品が良かったのと、あとはそうやな、そうやなあれやな、やっぱちょっとやっぱあのグラフあの、ま、ちょっと自分の傾向なんかもしれないですけど、若干小金町バザールに寄っちゃうような感じですから、グラフィティを木の彫刻で彫ってた人の作品もやっぱあれはやっぱ力強かったかな。やっぱそのオブジェクトっていうかな、物としてのその説得力と、まあ、選んでる視点、都市の生態系みたいな部分でのこう関わり方がなかなか秀逸やったかなと思いますね。で横浜美術館のベスト作品数多かったからな、なんやろな、まあとりあえずパッと今思いつくのはやっぱあのあれですね、人工地獄で紹介されてたジェレミー・デラーのオグリーブの戦いやったっけ、労働闘争をもう一回再演あのリアクトメントしてるっていうねものはまあやっぱり良かったかな、映像作品でね。やっぱりその労働闘争とか新自由主義の戦いとかそういうものの重たいテーマをああいうふうにまあお祭り形式でもう一回再演すると、でもその中でやっぱ複雑な思いとかお祭りごとだけで済まない問題みたいなのがどんどんこう人間関係を通して映像の中で出てくるっていうね、なんかその一本上司じゃないあの新自由主義反対だけでもない、なんかいろんなものがその動画の中にあって、しかも結構古いですからね、最近の作品ではなくてある程度時間経ってて、まあかなりやっぱりあのさすが言われてるだけのものはあるなっていう感じですね。あとは横浜美術館の作品な、まあなあ、 あんまりこういい作品というか嫌な作品、なんかもう本当に人間ってこういうとこあってもうどうしようもないというかどうしがたいなっていうか、だからそういう意味ですごくこう印象に残った作品で、映像これも映像作品で、あの蚕、
ちょっと離れたところにあった、シベリアのツンドラのところでね、二家族がもう孤立して生活して、人里離れたところで住んでるんやけど、で、まあ、人から離れてこう自由に自然と狩りで生きていきたいっていう感じやのに、たった二つしかない家同士でめっちゃ揉めるっていうね、所有物の争いとかね。なんかでもね、絵本でああいう話ってようありますね。小太りじいさんじゃないけど、隣の家の人がもう非常に気になる。だからなんかその近所付き合いって難しいんですよね。距離が大事で、まあ近づきすぎ方がいいですよね、家族もね。あんまりこう深く関わりすぎると、まあその、まあ、今ここそんな話してもしゃあないんやけど、まあ人間っていうのは要するに距離の問題、その動物で縄張りがありますからね。お互い気持ちよくなる。まあさっきの、多数派と少数派、感覚、価値観とか感覚、認知が違う人との関係もそうだけど、話せば分かるとか、うまくやれば分かるってことはないですよね。動物のやっぱりそれぞれの認知の違い、縄張り意識があるから、それぞれが共生する、場を共有したり、距離をうまく取って、共生する方法を見つけていくっていうのが非常に大事で、まあその中で対話も一つの方法やけど、まあどっちかというと対話よりもルールとか約束事とか規範ですよね。規範をどう敷くか、で規範を運営するために何を上位概念に持っていくか、王様なのか法律なのか貴族なのか議会なのか分かんないですけど、まあそういう上位距離、規範、上位概念の設置の方法、まあこの辺のこう関係をやっぱ作っていかないと、ロシアのツンドラの、あ、ツンドラじゃない、ツンデレ、ツンデレ、ツンデレちゃうな、ツンドラや。ああいうね、たった田舎で自由になりたいっていう二家族でも、もう小太りじいさんみたいな、揉めるみたいなね、もう人間の嫌なとこが、悲しいところが、まあ出てしまうっていうね、まあそれはまあ非常にボディーブローのように見て疲れましたね、映像作品ね。まあ今ちょっと写真見返してるんですけど、まああとはもう一個最初のドイツ人のね、まあこれはなんかオーソドックスすぎますけど、7つの種のプロジェクトかな、プロジェクトジャーニーズ7シーズっていうね、まあそのまあやっぱりそのヨーロッパのドイツとかね、こういうどういうふうにその共同性とか民主性とか、まあそういうのやろうかっていうので、非常にこういろんなこと考えながらやってるっていうのが、この展示には紹介、工夫がされてたなって感じですね。ミハイル・クレスか、地球を未来につなぐアイデアの種交換プロジェクトっていう、まあこの3つかな、うん、横浜トリエンナーレの、メイン会場はね、っていうのがまあ私のベストオブ、まあベストオブベストでもない、ベストオブベターぐらいの感じでした。はい。まあ、ね、こんないろんなこと勝手に話して怒られそうですいません。本当申し訳ない。本当すいません。もう言いたい放題って。でもまあ、ね、美術展とかこう国際展が見た後に、こう自分で振り返って喋って、こう整理したり、もう一回考えを深めるのも楽しみの醍醐味で、まあそこで、その何を話すとか考えるかっていうのはね、まあ、それこそ表現の自由がある、あって、まあ、特に YouTube だから、ここまで聞く人はだいぶ好意的に見てくれてる人が多いと思うので、もう私、聞きたくなかったら最初でプチッと切れるのが YouTube のいいところやからね。まあ、その辺もし、気を悪くされたら申し訳ありません。で、まあ、またこんな考えもあるよとかだったら、優しくコメント欄に、こんな考えとか見方とか、まあ、こんな本とか資料とか作品もあるようになったら、コメント欄に優しく書いてもらえると、ありがたいです。はい。というわけで、アート系トーク番組、アートエア、横浜トリエンナーレ2024年、アートもりもり、バンクアートライフ7、小金町バザールの感想について話しました。また皆さんどこかでお会いしましょう。ではでは、さようなら。バイバイ。